YouTube などの動画編集であれば独学でも十分学べます。知らないと案件を獲得することはできないです。しなくてもいい失敗もあるなっていうふうに私は思っているので、動画編集におすすめしない理由はない。こんにちは、クリエイタージャパンの佐原舞です。今回のテーマは無料で OK 動画編集独学の方法を教えますというテーマにしてお話ししていきます。で、簡単に自己紹介させてください。私もね、副業から動画編集を始めて、現在は Adobe 公認のコミュニティエキスパートプレミアプロの先生として活動しております。よろしくお願いします。 LINE でよくいただく質問で、動画編集ってどうやって学ぶのとか、動画編集をできるだけお金をかけずに学びたいっていう風なね、ご質問をよくいただきます。今回はそういった悩みを含めて、無料で動画編集を学びたい方、そして稼げるスキルを身につけたい方、さらには動画編集で人生を変えたい方、こういった方に向けて動画をお届けしていきます。動画編集と聞いて皆さんどう感じますか？なんだか難しそうだなとか、自分にはできそうにないなとか、あとは覚えるのに時間かかりそうとか、そういう風にね、感じる方もいると思います。まあ、実際に今ね、このパソコンに映しているのもプレミアプロっていう動画編集ソフトなんですけど、まあ、ここで先に結論をお伝えします。YouTube などの動画編集であれば、独学でも十分学べます。というのが結論になります。なぜこんなことを先に言っているのかっていうと、副業をやり始めるのであれば、まずは動画編集から始めるのが本当におすすめです。なんでかっていうと、この動画ね、見てくださってる方はお気づきなんじゃないかなっていうふうに思うんですけど、YouTube をはじめ、今本当に動画の時代になっているんですよね。一昔前であれば、YouTube は若い世代の人が見るものっていう風な感じだったんですけど、まあ、現在は年齢問わず誰もが気軽に見るものになっていますよね。視聴者層が拡大していく中で、企業や有名人などもチャンネルを持つようになり、インフルエンサーさんなどもどんどん増えている状態になっています。まあ、最近で言うと、ロナウドさんですね。もう一瞬で100万人登録いって、今もう1000万人っていう風な感じで、もうすごい勢いでチャンネル登録されているっていう風な状態なんですけど、まあそういったね、有名人とかも YouTube に参入する時代に、もう当たり前の時代になっていますよね。で、まあ実際に、広告ですね、企業さんが広告を打つにしても、テレビ CM よりも、格段に安価な SNS などで動画広告を打つ企業さんも増えているっていう風な状況です。まあさらに反応がいいっていう風な状態ですね。要するに、これだけ拡大している市場の動画編集におすすめしない理由はないという状態です。クリエイターズジャパンでも動画編集で稼げるようになって、安定した副収入を得たり、会社を辞めてフリーランス、自分らしい働き方を始めている方がすごくたくさんいます。この動画を見てくれている人は動画編集に興味があって見てくれていますよね。で、そんな方がやっぱり思うのは、動画編集って実際どうやって学べばいいんだろうっていうふうな疑問だと思うので、今回はそんな方たちに向けて、動画編集スキルの学び方や稼ぐために必要なスキルを独学で習得するための方法をお伝えしていきます。ということで、今日お伝えする内容というのは、なぜ動画編集を始めるべきなのか、動画編集で稼ぐための3つのスキル、こちらをたっぷりお伝えしていきます。今回の動画を最後まで見ていただくことで、動画編集の独学の方法や稼ぐための必須のスキルがまるっとわかりますので、必ず最後までご視聴ください。ここで本題に入る前に大事なお知らせです。現在、動画編集スキルを身につけて副業フリーランスを目指している方に、6日間の動画無料講座、さらには7大特典もプレゼントしております。そして LINE に登録した後にわかるサプライズ特典もご用意しておりますので、まだ LINE に登録していないよっていう方は、動画下の概要欄からクリエイタージャパンの公式 LINE に今すぐ登録してください。それでは一緒に学んでいきましょう。まずは、なぜ動画編集を始めるべきなのかについてお話ししていきます。動画編集は先ほどもお伝えしたように、拡大が著しい市場になります。それだけでも始める価値のある副業なんですけど、その他にも3つの大きなメリットがあります。まずメリット1つ目、未経験からでも始めやすく01を達成しやすいこと。メリット2つ目、パソコンがあれば始められる再現性の高さ。メリット3つ目、時間や場所にとらわれず働くことができる。こういったね、メリットがあります。もうちょっとそれぞれのメリットについて深掘っていきますね。まずメリット1つ目、未経験からでも始めやすく01を達成しやすいです。
まあ、要するに参入障壁が低くて側近性が高いということですね。何か特別な資格を取る必要もなくて、クラウドソーシングサイトなどで気軽にお仕事を受注することができます。最近では X などの SNS でも動画編集者募集っていう風な感じでお仕事の募集があったりします。まあ、そういう風な感じでお仕事の間口っていうのはかなりね、広がりを見せつつあります。メリット2つ目、パソコンがあれば始めれる再現性の高さなんですけど、まあ、先ほどね、参入障壁についてお話ししたんですけど、まあ、それにも通じていて、やっぱりパソコン1台あれば始めることが可能になっています。まあ、厳密に言うと動画編集ソフトの種類によってある程度パソコンのスペックが必要になってくる場合もあるんですけど、まずはお試しで動画編集をやってみたいよっていう風な状態だと、無料の動画編集ソフトをダウンロードしてスペックが高くないパソコンで始めることも可能です。まあ、こういったね、気軽に始めることができるのも動画編集を始めるメリットの一つです。もし動画編集ソフト何選んでいいかわからないよっていう方は、こちらの動画ですね。初心者でも使える動画編集ソフト徹底解説っていう動画があって、まあ、こちら7つご紹介させてもらっています。私今使っているプレミアプロ、あとはファイナルカットとか、スマホのソフトだったらキャップカットとかいろんなアプリがあるんですけど、まあ、それぞれのアプリの紹介をかなり詳しくさせてもらっているので、まあ、ぜひこちらの動画チェックしてください。まあ、なんでね、私たちがこのプレミアプロを推しているのかも、この動画見ていただけるとわかると思います。そしてメリット3つ目は、時間や場所にとらわれず働くことができるです。まあ、実際に副業を始めても、まあ、隙間時間で編集をしたりとか、カフェで編集したりとか、自分の好きな時に、まあ、自分の好きな場所でお仕事することができます。まあ、人によっては、お仕事の休憩時間を利用して編集したりとか、海外旅行中に編集したりとか、そういうような感じで、結構ね、ライフスタイルに適した時間活用を簡単にできてしまうというのも、魅力の一つですよね。実際に私も家でお仕事することもあるんですけど、まあ、結構ね、気分転換にカフェに行ったりとか、あとはまあ海外旅行中でも編集ねしたりもすることあるんですけど、やっぱりすごくいいですね。まあ、家でね、やった方がなんかパソコンの画面もね、大きくて効率的でもあったりするんですけど、まあ、でもすごく開放的な場所で仕事するのもね、すごく楽しかったりするので、まあ、ぜひやってみてほしいなと思います。次に動画編集の学び方っていうところで、一体何を学べば動画編集できるようになるのかっていうところをお話ししていこうと思います。で、動画編集で稼げるようになるためのスキルは3つあります。はい、皆さん何かわかりますか？まず1つ目は動画編集スキルです。次に2つ目は営業スキル、そして3つ目がクライアントワークスキルです。この3つが大事なんですよね。この3つが必要になっていきます。で、ちょっとね、きつい言い方になってしまうかもしれないんですけど、動画編集で稼いでいくには、動画編集スキルだけ身につけても稼げるようにはならないということですね。やっぱり動画編集スキルと同様に、営業スキルやクライアントワークスキルをしっかり伸ばしていかなければ稼いでいけるようにはならないです。皆さんにはそうなってほしくないので、今からですね、この3つのスキルをですね、独学で身につけるための方法をしっかりお伝えしていきます。まず皆さんにやってほしいことは、動画編集スキルを身につけることです。はい、まあ、これスキルを身につける順番もすごく大事で、動画編集スキルを身につけていかなければ、まあ、営業スキルもクライアントワークスキルも意味のないものになっていきますので、段階的にスキルを身につけていきましょう。お仕事を獲得するのに必要な動画編集スキルというのは、まあ、こういった YouTube の動画編集ができるくらいのスキルになります。動画編集スキルを身につけた後、案件獲得をしていくんですけど、まあ、その案件獲得っていうのはクラウドソーシングサイトっていうのを活用していきます。で、実際にそこでの募集を見てみると、まあ、圧倒的にこういった YouTube の編集さんを募集しているケースが非常に多いです。で、ちょっとここで補足なんですけど、需要の多さっていうところで意識してほしいことが編集ソフトになるんですよね。
でさっきね、編集ソフト何でもいいですよ、無料の使ってもいいですよっていうふうにお伝えしたんですけど、まあ、ただやっぱりYouTube とかのこう編集さんとか、まあ、他の、まあ、企業さんとかもですね、募集している時に必須としているのが、動画編集ソフトはプレミアプロ使える方をお願いしますっていうような感じで、書いています。まあ、なのでもう迷わずに、何がいいかなって思ったらもう迷わずに Adobe のプレミアプロを選んでほしいなっていうふうに思います。ではプレミアプロ、動画編集ソフトどうやって身につけたらいいのっていう、ね、状態だと思うので、独学の方はこちらの動画ですね、はい、初心者向け YouTube 動画編集のやり方をゼロから徹底解説っていうね、こちらの動画ぜひちょっと見ながら一緒に編集してほしいです。でこちらの動画で一緒に編集できる動画素材もお渡ししておりますので、まあ、本当に動画見ながら自分のパソコンで編集を一緒に進めていくっていうことができます。でこの動画の中で本当にこう動画編集の基本的なやり方ですね、カット、いらないところをカットしたりとか、テロップ挿入したりとか BGM 挿入したりとかっていうのをかなり詳しく丁寧に分かりやすくお伝えしておりますので、こちらの動画を見ていただきながら、手を動かして動画編集スキルを身につけてみてください。まあ、もしね、分からないことあったら LINE で聞いていただいて大丈夫です。あとこちらもですね、はい、パソコンの選び方迷っている方はこちらの動画見てください。結構ね、人気で、すごくね再生していただいているんですけど、まあ、こちらもねかなり詳しく、まあ、どういったスペックのパソコンを選べばいいのかっていうのを解説しております。であと LINE の方にパソコン診断かな、今、持っているパソコンが使えるかどうかわからないよっていう方は診断をしていただけると使えるか使えないのかが最終的にわかります。っていうので、そうですね。まあ、一度こちらの動画を見ていただいて、まあ、今のパソコン自分の どうかなとか、まあ、もし新しいのね、買いたいなっていう方は、まあ、LINE の方に連絡いただいてもご回答しております。まあ、個人的にね、Mac 好きなんで、結構 Mac おすすめですっていう風に言っちゃいがちなんですけど、まあ、質問いただく方は Mac、Windows どっちがいいか、ご質問ね、いただければと思います。まあ、というのでね、ちょっとおすすめの動画をご紹介させてもらったんですけど、まあ、正直な話、YouTube の動画編集の基礎であれば、まあ、こういった、さっきご紹介したような動画を見て一緒に手を動かしていくことできれば、まあ、十分編集スキルは身につくと思います。まあ、実際にね、こういった動画を見ていただいて案件獲得できましたっていうね方もいたので、すごく嬉しいなっていうふうに思っているんですけど、まあ、まずこう独学でも一歩踏み出すことは可能なので、まあ、ぜひこの動画、さっきの動画見ていただいて挑戦してみてください。動画編集スキルを身につけることができれば、次に営業スキルを身につけていきましょう。やっぱりね、営業やったことないよっていう方が多いと思いますので、まあ、ちょっとね、不安があったりすると思うんですけど、まあ、この営業スキルがないと案件を獲得することはできないです。まあ、結構ね、動画編集を始めた方で多いのが、動画編集スキルだけを高めて営業はしないというね、パターンがあります。まあ、確かにその動画編集スキル、こういったプレミアプロを使って、まあ、できることを幅を広げていくっていうことはもちろん大事ではあるんですけど、まあ、そのスキルを活かして稼がなければ本末転倒になってしまいますよね。もう自己満の世界になってきたりするので、まあ、やっぱりね、営業というのは、まあ、ちょっと抵抗感があったりとか、まあ、断られたらどうしようっていう不安は、あると思うんですけど、まあ、でも稼いでる人っていうのは全員こういった営業をして今、案件ですね、お仕事を獲得するっていうことができていますので、まあ、このね、道を歩んでいきましょう。まあ、ただ営業といっても、まあ、クライアントさんがこういう編集できる方を募集していますっていう風な詳細を出してくれているので、まあ、営業というよりも提案適切に、クライアントさんが求めている人はもう私じゃないですか、どうですかみたいな感じで、まあ、提案するっていう風な感じなので、まあ、そこまでね、堅苦しく思わなくてもいいのかなっていう風にちょっと思っています。まあ、ということで、営業の身につけ方今ちょっとわからないよっていう方はね、こちらの動画ちょっとぜひ見てほしいです。はい、動画編集者が最短5日でお仕事を獲得する方法ですね。やっぱり営業って適切に今提案することだったりするんですよね。ただそれもね、どうやってうまくその提案したらいいのかっていうのが、まあ、やっぱりブラックボックスわからない部分だと思いますので、まあ、そういった方はね、こちらの動画、はい、まあ、すごくね、人気なので、ぜひこちらもチェックしてもらえると、まあ、かなり手順ですね、動画編集で稼いでいく上でのロードマップが見えてくると思います。
そして動画編集スキル、営業スキルを身につけることができれば、あとやるべきことはクライアントワークスキルを身につけることです。このクライアントワークスキルなんぞやっていうふうに思われる方いると思うんですけど、このねクライアントワークスキルもめちゃめちゃ大事なんですよね。やっぱり案件をね獲得して納品して、報酬が入ってくるので、そこでね満足してしまう方も多いんですけど、そういったケースって、大体単発案件になってしまう場合が多いです。要するにこのクライアントワークというのは、お仕事を単発ではなくて継続での案件を獲得するために必要なスキルになっていきます。少し想像してみてほしいんですけど、動画編集スキル身につけました、営業スキル身につけました、で案件応募して、案件を獲得して、編集して、納品して、また新しいクライアントさんを探して、編集して、納品してっていう風な感じの、この繰り返しをするのか、しっかりこのクライアントワークスキルっていうのを身につけて、一人のクライアントさんと長くこう付き合っていくのかだったら、どっちの方がいいですかっていう風なことですね。ただやっぱり継続的にお付き合いしていく中で、このクライアントワークスキルっていうのが必要になってきます。じゃあ実際にクライアントさんはどんな人と継続的にお仕事をねこうお願いしていきたいのかっていうと、納品物が満足なものであるっていうことはもちろんのこと、お仕事で必要なやり取りがスムーズだったりとか、仕事を安心して仕事を任せられる人と長くお付き合いをしていきたいなっていうふうに思っています。皆さんもね、逆の立場だったら同じこと言うと思うんですよね。やっぱりこういったね、オンラインで仕事することが今、増えてきているので、テキストコミュニケーションでは、質問が何度も来てしまったりとか、メールをしてもこう何時間も返信なかったりとか、連絡なく、納期をね、こう遅らせられていたりとか、こういった編集さんとはやっぱり仕事をしたくないなっていうふうに思ってしまいます。ただ皆さん安心してください。このクライアントワークスキルで必要なことっていうのは、クライアントさんのことを考えて、で社会人として当たり前のことを当たり前にこなしていれば、しっかり満足させることできます。なので皆さんもね、今社会人経験長いと思うので、普段のお仕事で気をつけていることあると思うんですよね。そういったことをこういったね副業でも活かしてほしいなっていうふうに思います。具体的に必要なクライアントワークスキルのポイントで言うと、まず一つ目、こまめなほうれん草、そして二つ目、即レスを心がけること、そして三つ目、クライアントさんの時間を奪わない対応、この三つが必要になっていきます。特にねこの三つ目すごくね私は大事にした方がいいなと思っているんですけど、共有事項などがあれば報告、連絡、相談をすることですね。ほうれん草です。メールが来た時に気づけばすぐにレスポンスするとかですね、すぐに対応できなくても後で返信させてもらいますっていう風な連絡をするだけでも全然違うんじゃないかなっていう風に思います。あとは何か聞きたいことがあったら、もう質問リストみたいなの作って、まとめて、回答しやすいようにこう心がけてあげたりとかですね。クライアントさんの返信も、選択式、これで合ってますか、はい、いいえで答えれるような感じにしといてくれたら、クライアントさんはすごく時間もかからないので嬉しく思ってくれます。ということで、必要な情報を確認しなければいけないことっていうのは、しっかり共有しながら相手の時間を奪わない対応を心がけるってことをしていただければバッチリです。皆さんこれ心がけてください。ここでもう少し具体的なクライアントワークのスキルを知りたいよっていう方はこちらの動画ですね。はい、動画編集初心者が月5万円を確実に稼ぐ方法を教えますって、こちらの動画の中でステップアップでクライアントワークで心がけていくポイントっていうのをお伝えしていきますので、この動画見ていただければ、独学でもクライアントワークスキルを理解してしっかりこのスキルを伸ばして継続的に案件を獲得できて、そして副業で継続的な収入を担保していくことができますので、ぜひこちらの動画も合わせてチェックしてみてください。皆さんいかがでしたでしょうか。今回は無料で OK 動画編集独学の方法を教えますってことをテーマにしてお伝えしてきました。なぜ動画編集を始めるべきなのかをお伝えした後に、動画編集で稼ぐための3つのスキルについてお話ししてきました。皆さん覚えていますか。
まず1つ目のスキルは動画編集スキルを身につけること、2つ目は営業スキルを身につけること、3つ目クライアントワークスキルを身につけること、この3つをスキルですね、全部身につけることができて案件を獲得することができるっていう風な状態なので、まあ、ぜひ一つ一つですね、まあ、順番に進めてほしいなっていう風に思います。ただこの3つのスキルなんですけど、まあ、実はこの3つのスキルを最短最速で身につける方法があります。まあ、それは先駆者からアドバイスをもらえる環境に入ることです。まあ、独学でももちろんねスキルを学ぶっていうことはできるんですけど、間違っていることと間違っていないことの区別っていうのは個人では結構難しいんですよね。まあ、そうした時に生じるのが失敗挫折っていう風な感じになります。まあ、失敗をね成長の糧という言葉もあるんですけど、まあ、できればしなくてもいい失敗もあるなっていう風に私は思っているので、まあ、しなくていい失敗っていうのはできるだけ避けていけませんかっていう風な状態ですね。でやっぱりねそういうような失敗ばかり繰り返してしまうと正直先に進むスピードっていうのが、なくなってしまいます。例えば皆さんが3時間かけて動画編集スキルの稼ぎ方をいろいろと YouTube とかネットとかいろんなことをして調べた結果と、まあ、1時間ですね、例えば私とかとまあこう会って直接個別で話して動画編集で稼いでいくための方法を聞くのであれば、どっちの方が早くてどっちの方が理解できると思いますか？まあ、多分ね私と1時間なんか話した方がもうスムーズに決まっていくと思います。まあ、それぐらいやっぱりもうすでにうまくいっていると結果を出している人から学ぶっていうのが本当に早いんですよね。まあ、なんで私も結構ね自分で調べることも大事だなと思いつつも、まあ、割とねもう詳しい人にこれってこんな感じかなと思うんだけど合ってるっていう風な感じでもう結構ねスムーズに早く聞いちゃいます。聞かれた方もちゃんとした質問の仕方であれば結構ね気持ちよく返してくれたりとかするので、まあ、聞き方はね大事だったりするんですけど、まあ、自分が困った時に聞ける環境っていうのは必ず入っておくってことがおすすめです。まあ、そうすることをできると、まあ、しっかりねアドバイスもらえて、まあ、実践した後もフィードバックね、することできれば、まあ、余計なね失敗もないですし、まあ、成長するスピード結果を出していくスピードが、かなり速くなると思います。でも実はね、まあ、そういった環境が整っているのが、まあ、私たちクリエイタージャパンっていう風な、状態になるんですけど、私はやっぱりとにかく副業してお金を稼いで、まあ、とにかく自分らしく働きたいなっていう風に思っていたんですよね。まあ、でもその時にすごく独学で、まあ、がむしゃらにしてなんかうまくいかなかった時期が長かったんですけど、実際にこういったねなんかこうスクールに入ってうまくいってる人に、まあ、聞くことできて本当にこう結果を出すことができたっていうのが、まあ、自分自身が身に染みて思っていることなので、まあ、本当にいろんなスクールさん私も行かせてもらったんですけど本当に良かったな、こういうのがあったら初心者の人が分かりやすいっていうこともギュッと詰め込んだのがクリエイタージャパンっていうような状態なので、まあ、ぜひね、まあ、一度独学でやってみるのもいいと思うんですけど、まあ、そういった環境も興味があるっていうような状態であれば、まあ、ぜひクリエイタージャパンチェックしてみてもらえると嬉しいなっていうふうに思います。今日のこの動画を見て動画編集に興味を持った皆さん、まずは概要欄からクリエイタージャパンの公式 LINE に登録してください。 LINE 限定のプレゼントをご用意しております。動画編集で0から30万円達成するためのロードマップが詰まった動画クリエイター入門書、初めての案件獲得ガイド、ポートフォリオ動画の作り方、サムネイル完全攻略など7つの特典を無料でお渡ししています。登録した後、有益な情報を定期配信しているので、必ず届く内容をチェックしてください。そして現在動画編集が学べるオンラインスクールクリエイターズジャパンを運営しています。オンライン教材を見ながら一緒に手を動かして編集スキルを身につけるのはもちろん、実際のお仕事の流れをまるっと体験することができるプログラムもご用意しております。働きながらでも楽しくスキルアップできる環境をご用意しております。もし今の状況を少しでも何か変えたいと思っているのであれば、私たちと一緒にスキルを身につけて自分らしい働き方を手に入れてみませんか？それでは今後皆さんのお役に立てる動画をお届けしていきたいと思いますので、今回の動画が良かったよっていう方は高評価とそしてチャンネル登録、さらにはコメントもいただけると嬉しいなと思ってます。はい、ということで今日も動画最後まで見ていただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。